皆さんこんにちは。ドキュンリサーチサイエンティストの加藤です。今回はヒカキンアニメ第4話をプロの目線から採点し、徹底解析していきたいなと思います。私はですね、プロの専門家としてヒカキンアニメを1話からね、3話まで、採点してきたわけなんですけれども、今回は重大な決断をしなければならないかもしれません。その決断というのがですね、ヒカキンを逮捕するということです。要するに警察に通報してですね、ヒカキンを逮捕させた方がいいんじゃないかと、檻の中にぶち込んだ方がいいんじゃないかという話をしたいなと思います。でね、なぜかというとですね、今回のヒカキンアニメ結構面白いんですけども、ただね、ランボルギーニに乗るシーンの中でですね、ヒカキンとセイキンが体をね、窓の外から出して運転してるんですよ。これはね、道路交通法違反なんですよ、明らかなね。要するに犯罪なんですよ。要するにヒカキンは日本の子供たちに犯罪をやれとね、社会に迷惑をかけると言ってですね、危険で凶暴なメッセージをですね、発信してるんですよ。そしてさらに毒キノコをセイキンに食べさせて殺害しかけるというね、もうね、殺人ですからね、もうこれはな、許せないなということなんですよ。で、ハロウィン、今年のハロウィンでバッドホップの曲を流しながらね、車の上に乗ってね、ドキュンがですね、渋谷の街を走る動画なんてのがですね、ツイッターなんかでバズったりしましたけども、やっぱりね、子供たちっていうのはですね、ファンタジーっていうのがよく分かってないんじゃないかなと思うんですよ。要するにアニメだから、アニメの中の表現だから、これを実際にやっちゃいけないよっていうことを、まあよく分かんないのが子供だと思うんですよ。なので子供はね、アニメなんか見ない方がいいんですけども、本来はね、なんですけど、まあヒカキンは人気があるし、どうしてもこの凶悪なね、ランボルギーニアニメをね、見てしまうことあると思うんですよ。ただで、警察に通報しようかなと思った時に、よくよく考えてみたら、僕もね、よくこのドキュンネットワークのライブっていうチャンネルの中で、例えばリサっていう歌手いるじゃないですか、鬼滅の刃に出てくるリサのことをね、エムフローの、リサの名前をパクってるとか、顔までそっくりでパクってるとね、親に対して土下座しろとかですね、まあ、意味不明なことを言ったりするわけですよ。なんですけど、これはコメディ動画なんですね。ちゃんと YouTube はコメディ動画の投稿を認めてるし、ちゃんとね、コメディ動画って表記してるんですよ、僕はね。なんでこれはコメディですよ、冗談ですよっていうのをやっても、リサのね、ファン、鬼滅の刃のファンのキッズたちからですね、お前ふざけてんじゃねえぞと、こいつ頭おかしいなと、顔似てねえだろとか、名前パクってねえしとか、そういうね、コメディをコメディとして理解できない人の方が多いんですよ、この日本っていうのはね。なんで、まあ自分もそういうことやってると。でヒカキンのアニメもね、あくまでアニメの話じゃないですか。なので警察にね、通報するのはやめておこうかなというふうに考えるようになりました。なんですけれども、やっぱりね、コメディをコメディと理解できない、アニメをアニメとして理解できない、日本の子供たちのためにですね、これからも、まあ、ドキュンリサーチサイエンティストとして、これは冗談ですよとか、これは、アニメの中の表現ですよとかね、そういうことをですね、発信し続けていきたいなと思います。で、まあアニメ自体の出来はね、正直100点でした。100点です。今回のアニメまあまあ面白いですね、正直面白いです。僕もタイマー吸いながら見てたんですけど、普通に面白かったんで、アメリカですからね、ここアメリカはタイマー吸っても大丈夫なんで、タイマー吸いながら見てたんですけど、全然 OK だったんで、まあね、100点ってことにね、しとこうかなと思います。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。